Hello viewers of 枝豆アーケードチャンネル。 My name is えなこ And my name is よきゅん。 We are the newest members of the 枝豆アーケードチャンネルチーム。 We hope you'll enjoy our videos which will be in Japanese。 さあ、ということでここからは日本語でやらせていただきますが、はい、私たちがですね、枝豆アーケードチャンネルの、チームに加入しました。やったー、ありがとう。そんな私たちがプレイするゲームは、はい、スーパーバニーマン。はい、今回は40面、はい、ステージ40までえ行きたいと思います。行けるんですかね。何時間かかるかちょっとわかんないんですけど、とりあえずギュッと詰めて皆さんの成功体験をお送りしたいと思います。じゃあゲーム画面の方どうぞ。はい、ということでスーパーバニーマン、はい、こんなゲームです。なんかシュールですね。シュールずっと同じ動き。はい、じゃあプレイしていきます。はい、今日は2人プレイのモードなので、はい、進んでいきます。2人で、わー、はい、コピー、コープコストーリー、うん、これ今 46% ってなってるんですけども、スタッフさんがですね、事前にテストプレイをしてそれのデータが残ってるので 46% になっていますが、このまま進めていきます。でとりあえずもうやってみた方が早いので早速入っていきます。はい、お、あ、私が黄色です。私はピンクです。で、このウサギは基本的にこれは全部協力プレイです。うん、2人が一緒にゴールに向かって行ってゴールをしないとクリアできません。はい、でこのウサギさんはできることは回ること、回る、移動する、あとジャンプ、こんなジャンプ、あとは掴む、掴むですね。はい、お、足を掴んだ。さあ、そうすると2人でこうやってなんかこう崖に落ちちゃうよっていう時に掴んでキャッチしてあげたりとか、崖に落ちてる人をこう掴んで引き上げてあげたりとか、なるほど、そういうことができます。お互いキャッチして、お互いキャッチするともうずっともう地獄車のように、はい、一緒に持っていきます。で、この2人で一緒にこのぐるぐるした渦の中に入るとゲームまずこの面はクリアです。ああ、ゴールなんですね。はい、このワンフロアごとに人参があります。でその人参をどっちかがキャッチした状態でゴールしていくとコインが3つつくんですけれども、あれが埋まっていくとグラッシーヒルズから次の面がオープンされるっていう6会場になるんですね。はい、っていうゲームです。じゃあ早速ね、はい、やっていくのが早いので、じゃあ人参取りに、この面はあっちだ。画面の左に人参があるので、じゃあちょっと私が勇猛果敢にチャレンジ、こんな感じで、マジデリケートなゲームだから、ちょっとあ、早速こらわれて、これどうしよう、なんか早速絶対いけるの、だって1の1なんだもん。これ、いや、これ1の1ってありえなくないですか。すごい、もう、これどうしようねみたいな、ちょっとタイミングをあ、これそのままちょっとしたらいけんじゃない、もうちょっとこっちに、あ、押してって、あ、ナイス、待って、はい、掴みたい気持ちがすごくある、すごく掴みたいね。ほら、よし、はい、で私がこう言って、このままゴールしたいと思います。これは頑張りましたよ。見てるだけは簡単。このなんだっけ、落とし穴的なところを飛ぶのも多分結構難しいはず。確かにそのままはまっちゃう恐れもあって。そうだ。掴んだり。きちんとにぎにぎも綺麗に使って。で、多分これは普通にゴールしちゃうあれなんですよね。多分でこの先に人参があるから、ジャンプしてあっちに行けるといいね。行けるかな。重い。いい。ああ、吸い込まれてしまった。よかった。ここでも人参取ってないやつだ。
いけるな。あーどうしよう。起き上がって、あ逆に落ちる気がするんですよね。どうしよう。あで、あそう、あいけそう。でちょっと押して虹持った。はい、ちょっと待って、ちょっと待って、手が動いたらやばい。これこれどうしよう。じゃ掴んで、ちょっとちょっとちょっと頑張って回転したいんですけど、これ以上いけないんだ。あそれはいけない。頑張れ。はい、あオッケー。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。足引っ掛けたら登れる。足をキックしない方がいいかもしれない。なるほど、もう、うん、ぐるぐる回ってったらいい。よし、しっかり。すぐハマるから。あーこれちょっと。これ。だったんだろう。飛ぶ時ってすごい慎重にこう角度決めないと、角度をゆっくり決めてからジャンプ。早い、穴に落ちない。でこっからはジャンプ。ここがジャンプか。あ、ちょっと、あ、OK。で、人間はどこにあったんだろう。あれ、はい、なんでジャンプしないの。そう、難しいです。はい、ハマり、うん、はい、あ、違う。で、ちょっと、うわぁ、あ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 、後ろに行って、もう少し行って、ちょっと絶妙な、ちょっと、あはははは、あはははよし、お先に行けー。はぁやったくれ。だけど人参はどこにあったのか分からない。入口の左かな、うん、あ、あ、あれは見ました今、ブスッ。この針山ダメです。ちょっとはい、よし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 、あ、ちょっとちょっとちょっといきますね、ジャンプ。で、ちょっと進んで、おお、私も、いや大丈夫大丈夫大丈夫。これ一人ずつ行った方がいいの？あ、いけた。でもでもでもこれ。はい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 。超無理くりジャンプ。若干血出てたけど。ちょい刺さりは大丈夫。ちょい刺さりはなんかセーフみたい。オッケー。でこっからよし、ちょっと怖いんで安全走法。あ、あ、人参だ。おお、あ、ナイスキャッチ、取れた。でも待ってちょっとくださいね。ちょっと待ってね。オッケー。はい、でもダメだ。これね、このまま下がるとあれがあるから。ジャンプ。おお。よし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 。いけるか？いけたー。うん、難しい。よし次だ。下に。下？